右手をね、こうやってね、上げて構えて、こうやって、こっちが、こうやって、これぐらい、これをこっつけて、こうやって構えて、これをぐっとつけて、脇をぐっと、力入れて脇をこうつけてからね、こうやって持ってなくていい、こう、こう、これガッと押さえて。 押さえなきゃダメ。押さえないと、こうで使えないから。これが。これを浮かしちゃってるから。
これをさ、押さえて、はい、押さえてさ、持ってないと、こうやって。はい。うん。これ持ってないと。ここ持って、親指を持ってないと。ここに、ここにあればいいだけだから、ちゃんと持ってないじゃない。はい。こうやって。うん、こう、こうやって持ってる、こうやって持ってると浮かしちゃった、こうやって。うん。こうやって持ってないと。つけないから。こうやってると。つけないで。はい。こう持ってないとさ、バンとつけないでしょ。な、うん、これを浮かさないように、こうやって。こうやって、右手をちゃんとこうかぶしてるの。はい、うん、こういうのはダメだよ、こういうのは。こうやって持ってないと、はい、うん、こうやって持ってないと、親指を、親指をこうやって持ってないと、はい、そうそう、こうやって、ほんでここで押さえてる、うん、こうやって、こうやって、やって、でここはつけて、つけとけば、ね、こうゲット、ここ枠、枠をギュッとつけとけばさ、どういうことか、そうすればひ、力でつけとけば、右手は持ち上がんないから。はい、うん、これをこうやってるときはさ、右手がガッとしてさ、ここでさ、自分の内もへその真ん中にさ、来るようにさ、クッとこう持ってないと、脇をつけて、こうやって。そうするとさ、ね、どっちが振るかって言うとさ、なるとさ、ね、もう左手をバーンと振らなきゃダメだから、うん、はい、うん。これをつけてないから、つけてないで持ち上げてるから、はい、こう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 なってる。こうなんてやりやりやる。はい、うん、ちゃんとここをさ、ギュッ、ギュッとつけとけ。これが浮いたらさ、もうダメだ。ここをギュッとつけといて。つけといて。つけといて、こうやって構えてるやつさ、これが浮かないんだよ。はい、そうするとさ、左手をさ、左手でさ、パッパッとこうやって使える。うん、こうやって。ペッパッとこうやって使える。うん、そうすると右手を持ち上げないから。だんだん押さえてるから。はい、こうやって、こうやって、こうやって、ここで押さえなきゃ。ここで押さえなきゃ、はい、こうやって、こうやって、はいはいはい、そうするとさ、中行ってもさ、相手がポッと動いてもさ、ペッと押せさ、ペッと動いているようにさ、ああ、そこはさ、ちょっとできてない自分で、はい、うん、もう前行くときに必ずさ、突きを突きをこうやって押さえるときはさ、右手一本でさ、こう突きに入って、突きに入れるようにさ、しとかなきゃだめ、はい、うん、それでもう正しい打ちになるんだよ。打ち方も正しくやってるなって分かるから、はい、うん、だからそれをさ、こうやって浮かしちゃうとさ、こうやったりさ、なんかするとこうなっちゃうみんな、うん、で右手でこうやったり、うん、そうするとだん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 さ、左手がさ、こうやってつけとけばさ、相手がちょっと見るとさ、ペッとさ、ね、ここでペッとさ、ここでこそ使えとけばさ、これが動かないからさ、こうつけるぐらいね、うん、だからそれが大事なんだ。窮屈にすることはないけどさ、この脇だけ、ここの肘だけはさ、ぎゅっとこうつけて、これでこれを真ん中に持ってくるよ、こういうの、これでこの辺に構えればいいです、この辺に構える、こうやって、うん、それでさ、そういうのがちょっと分かれば全然違ってくる、はい、うん、そこだけ、はい、今の手叩いていや、ほっただスーッといってほっとやるともっとはい、あたさ頑張りました、ありがとうございました、お疲れ様でした、記念もやります、記念もやります、死んじゃおうかと思ったら少しだけ抜けてください。ありがとうございます。はい、今田さん。すごい心配です。俺心配しちゃったよ。俺は大丈夫だよ。明日仕事できるんだよ。だから本当に聞いたろうな、何とか大丈夫だよ。瞬発力いいよ。絶対よ、あれは。